皆さんおはこんばんじゃーです。パパシュです。今日はね、ミラジーノさんのこのバンパーグリルとかこの下の、なんていうんやろ、メッキの部分を社長に外していってもらいたいと思います。でちょっと ここも多分みんな、あの怖い人がおるから、ちょっとそんなもん先やっていこうか。まあいろんな、まあこれバラすのにあたってな。うん、さきちゃんやってもらってもいいねんけどな。やろか、売るんこれ、売りも、はい、売りも、売りもやったらあかんなんちゃう。まあ俺やっていこう。お願いします。え、ここでやるんちゃう。向こう持っていこうか。あっちやる。うん、うん、うん、私持つで。うん、まあ車に当てんといてくれたら。ガチャガチャ。この裏でいい社長。そっち。ええ、うん、まあ、行こうか。はい。マスキング、うん。このキャップあるやん。うん、キャップこれ見て、もうこんなメッキが剥がれてきてるやんか。わ、うん、かる？下。うんうん、この肩服のとこのキャップ、まあ左右一緒やけど、ね、はい、まあここに、うん、メッキ側のこの下の中までビョーっとマスキング入れてもうて、うん、で、こことここに2箇所、こうなって。爪の爪かな。だからこれを奥から浮かしても、あ、奥に入れて、うん、まあバンパーに当たれへんようにしてもって、うん、キュッと、あ、わかる、うんうん、浮かしてもったら取れた、うん、あー、ほんまや、もう風に浮いてきた。 あこっちや、あ、ここやもだけどここやね、うん、あ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 、だから端っこ左右ね、う、うん、はい、浮かすっていう、うん、だからもうここの爪にこいつが、うん、この1ミリぐらい引っかかってるだけやから、あ、すぐ取れるやん。 で、うん、で上は抜くだけな。はい、それどうやって差し込み、この引き抜くの、そうそう、ここに穴が出る、2箇所、うん、おる、だからこの穴に入ってるから、うーん、入れるときは穴に入れてから、はい、この下をね、パチッと、はい、おー、ついた、ちょっと、ちょっと、まあ反対も一緒やね、うーん、あとはまあこれはもう横にピュッとやってもらったやねんけど、うん、外れへんようにこの穴の中にしてるから、うん、向こう側をちょっとこう押してもたら、押す、はい、奥、うん、飛んでいったやろ、どこと、うん、うん、ちょっとこっち側か、あ、引っかかってないな、あ、これ、引っかかってない、引っかかってないか、うん、これはもうそのまま、うん、で、緩い場合はちょっとプッと締めてもって、はい、はい、うん、はめるだけ、うん、お、お、硬いな、硬いの、締めすぎた、うん、今度緩めすぎた、あー、痛い痛い痛い、うん、こんな感じですね、だからここを締めだからな、ここが締めてパチンと入るような感じ、はい、うん、でまあ、とりあえずグリル行こうか、はーい、おう、トミリ、9本遠ミリ、はい、9本遠ミリ外してください。これ締めるときはもうビスやから、あんまり締めたら割れるから、はい、うん、締めすぎ注意ですね、うん、で、はい、引っかかってんのはここだけか、あ、ここ一箇所、うん、あ、ここも引っかかってんのか、いや、これ引っかかってない、引っかかってんの、これだけか、ほんなら、うん、うん、あ、ほんまや、いや、ここ引っかかってるな、上刺さってるだけだ、怖っ、ここ、うわ、めっちゃ割れそう、いや、引っかかってんでしょ、うん、そう、いや、ちょっと待って、うん、多分こっちに引っ張んねや、おいえ、これはこっち行けたな、うん、こっちは引っかかってない、うん、あ、引っかかってる、引っかかってる、うわー、取れたこれやな、そうそうそう、うんうん、ちょんちょんやな、めっちゃこっちは見えるやん、うん、これはちょっとジジイには見えへんな、ジジイには見えへん、今若者が言ったやん、
30代じゃないと、もう40代だよ。ああ、もう私の年バラした。40代が、うん、ちょっといくつよ。よいしょ。50代か。そうやろ。はい。こいつもせえし、まあこいつは簡単やな、うん。うん。もうちょっとこう指で。うん、ちょっと浮かしていってもらって。ああ、うん。浮かしていってもらって。うん。うんうんこっちからやったらええな。だから上側なのかな、はい、下側はちょっとやりにくいよな、うん、ここは特に噛んでるわ。噛んでる、うん、物自体は柔らかいんやね、これ、うん、柔らかい柔らかい、うん、ここがちょっときつすぎるな、うん、うん、ここはちょっと要注意だね。ラジペンとかでしたら割れるんかな。割れるな。そうか、これはまあ両方一緒。はい、こっちもあるんですけど入れて、はい、うん、こんだけ硬いの入れるとき一発で一番初めに入るからな。そういうことね。6箇所とこれは4箇所か、4箇所ですね、うん、やっていってください。で次はで、この、はい、下側についてるメッキ部分やな、これね、うんうんうん、これが何で止まってんの、うん、これは結構な、うん、難儀って言うたら難儀やな。どうやって止まってんの。あ、うん、それで止まってんの。差し込んでね。そうはだから、はい、ここをこう、うん、優しくつまんでもうて、うん、上にやるだけで。おお、え、ほんまや。それを片側ずつ横でついたら中に入って割れるから。あー、だからパチンと空洞になってしまってるから、はい、だからほんまに優しくね、優しく、はい、だからバンパー外した方がいいね。優しくつまんで、うん、上に。あー、へ、うん、こんな風になってんねや。そう、まあ、これがまあいっぱいついてるから。だから引っかかった状態やったら、ちょっと難しいわな。だから、こうやって横向きについて、うん、反対ついて。そうやね、絶対一個ないな。なんかいろんな方向についてる、ほんまや。必ず優しくな。必ず優しくね。うん、で、ケツから押しちゃうもんで。うん、でこういう今ちっとか言うやんか、うん、だからその時点で終われるから、うん、でここ挟んだらあかんね、うん、押されへんやろ、うん、だからちょっと押せる部分を、はい、分かるかな、下の方過ぎてもあかんけど、うん、真ん中ぐらいにぎちょっと握ってもうたら分かる、押すスペースができるやん、ちょっとな、うんうん、だからこの根っこ持ったら自分が挟んでるから押せませんよ感じやから、ちょっとだけもうほんまに数ミリ動いたら、うん、押せるから、指とラジペン挟んでるところで一緒に押してもらう、そうこれちょっと硬いな、あんまりこっちだ、これ割れる、うん、メッキ部分が割れるから、うん、こういう感じね、おお、うん、繊細な作業だ、繊細なんかな。ちょまあ、丁寧に背中に行くな、うん、はい、まあこういう時は大体割れてる場合もあるけどな、うん、これもだから、うん、外すようなことがあるんやったら、うん、予備はやっぱり何個かこう取った方がいいな、うん、このピンでも初めて見た私。これやろ。うん、この形のピン。なかなかないよね。うん。あ、ことさえ掴んだら結構。そうやな。ね、もう3個外したらわかるわ。うん。チュッチュッと取れていく感じはしますけどね。うん、いけた、うん、まあ、1個足らんっていう感じだね。これはもともと、あとはまあ、はい、あ、押すなあかんこれね、分割になってるから、うん、よいしょ、
うん、うまいやな。真ん中カレー。へえ。うん、真ん中カレー。うん。三分割になってて真ん中から。うん、真ん中から。クククククっと。まあ刺さってるだけやからな。うん、おお取れたー。あれはこっちが外したから。へえ。そや。ちょっとかかってんねや。これほら、この部分かかってるから。これかな。うん。うん、簡単だ。取れた。こんな感じ。まあこれはあれやな。塗装がついてるだけやから。うん。塗装さえ外したらいける。どうやって外すの？塗装。で、うん。ヤシナとか。ああ、そういうこと。多分タッチペンやるな。うん。うん。でこれあの、うん。これは。うん。反対つけたりできる。うん。これはあのこの縁がついてる方が上や。うん、うんうんうん、この上に乗るやん。はい、これさっきつけたらこれつけへんで。で私もそう両サイドつけて、まあ、ちょっと賢いはこうしてこうしてもいいけど、ああ差し込んでね、まあ、サイドからつけた方がいいわ。そろそろやな。うん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 、まあこんな感じですね、うん、この両サイドはもうこの形のまんまやからわかると思う、うん、これこの人つけたら絶対できへん。わからんでさきちゃんはやりかねへん。笑ける。私だけは笑ってる。社長も笑おう。頼むわ。まあ、笑うことなんかなと思って今ね。まあ、まあ、これはあれやで。バンパー外した後に、はい、後のついてる。そうですね。うん、付属品じゃないけど、うん、グリルとか。まあ、交換する人おるでしょうね。そう、まあ、それは。うん。色塗ったりとかね。うんうん、まあ、そんな時の作業の参考になれば幸いです。お願いします。という方、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。